は、マスオカミスコです。今日はですね、今ね、Amazon でお取り寄せをしたシンデレラの本が今届いたばっかりなので、ね、私もね、この彼女のこのシンデレラっていう本大好きなんですけども、このシンデレラってすごいんですよ。っていうのが、彼女のその環境っていうのは、まあ、ママ母にいじめられたりとか、お姉さんたちにもとてもこう、いろいろとお仕事を山のように言われたりとか、そしておんぼろのね、お洋服を着てっていうような、そういうこうあまりいい状況ではなくて、まあ言ってみればへこんでも仕方がないなという状況にもかかわらず、彼女自身のこう環境状況をね、変えていったのは何だったかって言ったら、彼女のが夢を持つ力を持っていたからなんですね。町の中にあるそのお城でお嫁さんを探すための舞踏会があると聞いた時に、彼女もぜひ行きたいと、思って、その思いを強く持ったんですね。でそれで、その時のお友達だったネズミとかが協力してくれて、そして、その願いを叶えてやろうという、まあ協力者ですね、と言って、魔法使いのおばあさんにが出てきて、そして、馬車に、かぼちゃを馬車に変えてくれたりとかして、そして、彼女は、お城に行くということをするんですけれども、これね、女性自身が夢を叶えていくときにとても大事なことで、まずその思いありき、まず自分自身がどんな思いを持つか、つまり夢を持つか、自分の未来に対して信頼をし、こうだったらいいなということをまず思うかっていうことが、自分の今の状況を変えていく大きなポイントになっていくんですね。よく考えてみると、シンデレラのあの状況から、お城にいるおじさまと結婚するというのはとても、まあ、ハードルの高いというか、大きなあのサイズの夢だったと思うんですけども、でもそのサイズの夢を持ったからこそ、彼女はお城に出かけることもでき、そして、その後とても幸せに暮らしたということなんですね。でこれがあの私が思うその女性らしいその夢の叶え方の一つの、形だと思うんですけども、そこには戦略があったりとか戦術があったりするわけではないです。まず思いがあるということなんですけども、その女性らしいあの方法、まあ、シンデレラ方式というのは女性らしい夢の叶え方だと思いますけども、それを私自身はこの新年夢会という1年に一度、もともとあの受講生に対するそのサービスメニューというタイプですけども、そういうものだったんですけども、だんだんこう広がって、昨年も東京でも広くことをしました。で今年はその昨年そのシンデレラ方式、つまり女性らしい方法で夢を叶えた人の体験談も、聞けるように、プログラムしておりますので、普通の女子がどういうふうにして夢が叶えていったか、または夢が叶っていた人の生の声を私以外の人からも聞くことができる、とても、去年とはまたこう充実したというか、そういう証明されることがお話しできる、そういう会になっています。サイトのところからこの本、インビテーションのこの招待状も取れるようになっておりますので、見てみてください。2012年はあなたがシンデレラになる、なってシンデレラ方式で、2013年が始まる、もう1年後にはあなたがお城に行って、王子様と結婚してる、まあ、自分の夢が叶ってるっていうことをまた次の方にバトンしていける年になったらいいなというふうに思っています。新年夢会サイトのところか、新年夢会というところを見てみてください。ではありがとうございました。